うまいよ、うまいよ、何回でも言う、こいつはめちゃくちゃうめえ、けど悪いけど伝わらねえ、ただそれだけだぜ、人間になれることだってどっちか考えたらいいぜ。さっきの試合、なんで指摘されてベノムさんが出てったか、本心でぶつかってたからだよ、ここまでごまかすんじゃねえ、頭じゃねえぜ、本当の言葉、ここから絶対に出てくるぜ。フリースタイル強いよ、上手くない、フリースタイル強いよ、音源聞こうと思わないよ、フリースタイル強いよ、音源聞こうと思わないよ、ぶっちゃけ俺も昔そっちだった、さっきの試合見てマジで思ったぜ、 MC バトルマジでひそくらいだぜ、俺はやってるバカバカバカ、 MC バトルでここまで引き上げてもらってやつが MC バトルひそくらいやらせんだよ、俺はこれのおかげでプライドに立っていろんな人間と知り合えてんじゃん、俺はバトル MC に中身なんか出せないんで、ビッグリスペクト上まで上がろうぜ、それが本当、聞こうと思わねえんだったら聞かせる立ち位置まで上がるだけなんだよ、そりゃそうだ、深読みしてくれ、だから俺こうして今ここに立ってんじゃねえかよ、お前負けた後、だから俺がここに先行がいいんだけどって今言ったんじゃねえかよ、お前負けた後寄って急走したぜ、本戦マットで勝手を受け持ってお台場みたいな勝ち感まで行くぜ、仲間と行くしただろ、荒野の畑が俺を待ってるぜ、俺は仲間と一緒じゃないところ戦ってんだよ、ヒップホップ分かるか、常にステージ立ったら孤独、仲間はどこにもいないはず、後ろ見て仲間がいる思ったら残念、気づいたら目の前背中見てるぜ、お前の頭の中いつまで経っても仲間を下から見てたら意味がねえんだよ、いない僕でも俺ライブやってるから俺は孤独だろうがよ、俺は俺がヒップホップになって韻を踏んでる、そして孤独共有できる仲間が必要なんだよ、俺はつながってる、確かにお前の言うこともかっこいいよ、でもステージの2つ上とお前は全然違う、言ったはず、トゥーフェイス、片方はフェイスなんだよ、